ルーベン・ブルース5体は、プエルトリコジチ連邦クリオピエドラス出身の、元プロ野球選手、宇藤良だ。1960年代にメジャーリーガーとしてプレーした、フリオ5体の追い。2000年の MLB ドラフト31巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名されプロ入り。2004年8月3日にメジャーデビューし、この年は44試合、2005年は86試合に、 出場した。2006年のシーズン開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。しかし大会後はマイナー暮らしが続く。同年7月19日にはジェフ・ケッピンガーとのトレードでニューヨーク・メッツへ移籍。そこでもメジャーに戻れないままシーズンを終える。2007年は ホセ・バレンティンの故障に伴い4月末にメジャー昇格ダミオン・イーズリーとの併用で二類種として出場していたが7月末にルイス・カスティーヨが移籍してきてからは代打要因となった2008年3月ウェーバーにかけられアトランタ・ブレーブスに移籍88試合に出場した2009年2月ピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約 しかしシーズン開幕直前に放出されアリゾナダイヤモンドバックスへ移った2011年6月18日にブレーブスとマイナー契約を結ぶ11月2日に FA となった2012年3月8日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ6月5日に金銭トレードでフルスのブレーブスへ移籍11月3日に FA となった 2013年3月26日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。11月5日に FA となり、12月18日にシンシナティレッズとマイナー契約を結んだ。2014年オフに FA となる。2015年4月3日にメキシカンリーグのサルティをサラペメーカーズと契約したが、4月16日にリリースされた。 2016年は4月1日に再びサルティをサラペメーカーズと契約したが4月7日にリリースされたその後5月16日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約した2017年限りで対談し現役を引退した2018年からフィラデルフィアフィリーズ参加 A 級クリアウォータースレッシャーズのコーチに就任し 2019年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズのコーチを務めた。2021年からは、ピッツバーグパイレーツ参加 A 級グリーンズボロ、グラスホッパーズのコーチを務める。ありがとうございます。